んなんこの高校生たちえも<ー> ね、ったさせていただありがととうございいいいいままますすす本日はおおさまけ、えー、こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いしく願、えー、前回ね、あの末春をもう一回デビューさせようと、そしてクロちゃんに関してもスカウトしようっていうね、動きがあって、まあ、ももちゃんが所属してて、末春が元いた事務所の方に行ったって流れがあったんですけども、そこで末春がお世話になってた時とはまた違った社長が出てきて、まあ、そいつがめちゃくちゃクソ野郎だったわけなんですが、まあ、前回末春くんがね、ワインをかけたことによって、多少は すっきりしたもののこれで末春とさらには黒ねここら辺がこの事務所の中でデビューって形はもうなくなったと思うんですけどもそれだけじゃなくね芸能界復帰っていう道もね結構難しくなってくるんじゃないかなと、まあ、芸能界って結構横の繋がりみたいなあるイメージがあるんでこの事務所の社長があいつらはもうつかない方がいいですよみたいな噂とか流されてテレビ番組とかに呼ばれるってことはなくなっちゃうっていうねそういう展開あってもいいかなと思うんだけども今のご時世ね露出する のはテレビだけじゃなくこういう YouTube とか SNS 系がいっぱいあるわけでまさにそこら辺で哲彦がね群青チャンネルっていうのを用意してくれていたところなんですけどもそこで多分末春白黒さらにはももねここら辺の活躍が見れるのかなとでそこで話題を呼んでまたテレビ番組とか出演とかそういうことになっていってまたこの社長と揉めるみたいな展開出てきてもおかしくないんじゃないかなって勝手に予想しているんですがどうでしょうかとりあえずここでいった物分かり すんのはもう間違いないいなななじゃないかなってあんだけプライド高そうな社長がねワインかけられてお金になるからってヘコヘコするとは思えないじゃないですかここでサリギアにあの社長にまたギャーギャー言われて帰ってもうもうあんなとこやめちゃえよみたいな流れになるんでしょうそしてその中でまた巻き起こるこのおさま家のタイトルじゃないけどもみんなね幼馴染みなわけじゃんメイン系がここら辺がまたどうなっていくのかで黒のねクヨクサースに関してはもう間違いなくもう忘れてるふりだと思うのでここら辺はもう白にね結構見抜かれてる ところもあるし、またこの記憶喪失が不利でした。っていうのがどういうタイミングでみんなに明かして、そしてどうしてそういうことをしていたのかっていうののね。ここら辺の告白、こちらにも注目しながらね。また皆さんと一緒に楽しく見ていければなという風に思っております。いはい、というわけで、皆様録画したもの、もしかして読んだもを使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内されました。本編スタートです。よろしく頼むぞ はい、スタートでーす。うん、まだかけられる前だね。ちょっと戻ったね。いや、こいつさ、ほんとやり方がクズだよね。こんな言い方で乗ってくるかっつうの。うーん。そうね。いや、ノリで決めるような話じゃないからね。だって人生かかるじゃん。こんな露出したらさ。まあ、前回の SNS である程度露出してるけど。いや、ここ。 ねえ、やってくれたぜ。もうますます惚れちゃうぜ、あそこにいる三人がね。うーん、かっこいい。なかなかできないよね、けど、これ思ってもさ、行動として、現実。うわ、最悪。クズとか言っちゃうんだ。うーん、鉄彦やったれ、やったれ。うーん。 いやー普段はね、セイハ春とあんなにいろいろやってんのにさこうやって言ってくれるんだよ。こうやって動いて。熱くないいや、んなんだ電話いや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 。えー、何言ってんの自分で呼んどいて。えなになになにんなんだどういうこと うん。まあまあね、子供たちが。いや、そんなのね、こぼれちゃったくらいでいいじゃんね。本当だよ。そう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 。<laughs> で、納得しちゃうこと、この末春くんもね。いや、うん。いや、本当よ、本当。ももちゃんもやめよこの事務所。せめて遺跡。ええー 黒ええー、自分は記憶喪失のふりしてるくせに <laughs>。うーん。そうだよねもう絶対そうなる流れだと思った。あこれあれじゃないほら絶対そうだと思った白のお父さんいや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 。<laughs> うーん。ほら勝ちはいはいはい。 さっきのあの電話での対応と、この人に頭上がんないんじゃないあの事務所の社長。いや、これはやりやすい相手だわ。あーよかった。ここで来たのがこの人で。なんか流れ的に前のここの社長の人が来たのかなって思ったんだよね。違ったね。うん。素直に話したんだ。うん。 んパパ、勝ちパパ、白まあけど、まあ、ワインかけちゃうのは確かにね、アニメだから俺もあれだったけど、まあ普通に考えるとやりすぎなとこはあるわな。まあな、本当本当だよな。もうこのさ、抽象とか誹謗とかのさ、 厳しい法律早く作ってほしいよね今の時代うんまさかのももちゃんがまとめるよろしいですいや一番子供だよねえ自分が言ってきた言動とか考えたらさこんだけ時間いて落ち着いて考えられないかねえ何 どういううことうーんいやどっちにしてももう入んないだろこんな事務所なんだ CM 勝負って <laughs> 何をしようって言うんだようーんおっ いいねそこは押さえときたいねデイさん CM 勝負って何をすんのよはいはいはいうーんで事務所サイドのももがやるってことだって事務所サイドで仮に末春が企画とかをさこっち側に作ってもらってやったところでさモチベーションみたいな ええー、いや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 いどうなんだどういうことじゃあこっちの事務所側、事務所側で末春以外でやるってことなのかないやいや、もううちゃんもう来ちゃいねよ。群長同盟。 いや、すげえ、こんな字幕まで出てきて。えな、ー、あ、お願いします。まっ、あ、すぐできそうだね、この人が。いやけど、ももちゃんはどうなるんだろう。うん、それね。えけどさ。 今までのこの流れでさまあけどプロなんだねも,もちゃんはねこんなことであの事務所サイドだからって手を抜くとかないんだろうね <laughs> いや全力尽くされたらたまらないんじゃないおなんだんーあえあそれをつけたのかと思ったわ。 なんだじゃあ、つけた条件って、白の。加えとけ、加えとけ。もう、群青チャンネルかも、他に移籍しよう。<laughs> 使ったんだ、そのまんま。<laughs> 円卓じゃねえけどな。んあ、今は目の前にあるやつね。アクエリアス的な感じなのかな。 うーん。一緒にね。いや、てかさっきのあれ何だったんだろうね。そこら辺は明してないじゃん。付け加えたやつっていうのがさ。さ。んなんだ姉以外あれこれモモンか。え何この家何があったの ええー、お姉ちゃん。いやーいやーけどこんな素晴らしいお姉ちゃんがいてくれてよかったね。え白髪じゃねどういうことあ、バスタオルえなになにうーん、あ、バスタオルだね。はいはいはい。 うーん、ああいうのがあってけどここで春と会って変わってくんだねきっといやーすごいね春くんもこんなこと言ってまだお母さんに何もないあれなんだろうねコロナなんだろうね春も。 いや、すごいじゃん、じゃあ、もも<桃>。ああ、まあ。春るくんも、やり手はあれなんだね。うーん、大人になるってね。こんなちっちゃい子にこんなちっちゃい子が言うっていう。<laughs> ちっちゃい子だらけ <laughs>。あんたとか言ってたんだ。いや、けどいなくなっちゃうんだよな。待っててくれるって言ったのにね。うーん。 わあ。い <laughs> やちょっと、ちょっと悲しい <laughs>。ええ、俺もちっちゃい子弱いんだよね、ああいうの。うん。あ、お姉ちゃん。来た。お姉ちゃんには幸せになってほしい。ねえ。ああ、何 いやもうもうお返ししてるんだねだからまた復帰したんだ学業にああどんなだったんだろう出来上がりはうーん王道はあに対して白はどうなんだろうねハルたちははいはいはい んなんだいやもう期待を裏切らないものになってんじゃない楽しめ選手あーやっぱアクエリアスっぽいねポカリスエットっていうか CM が今のポカリの CM かっこいいよねなんだかんだ出てきてる鉄彦 <laughs> <月>が <laughs> まさかの出演側で。 うーん青春だ軍情同盟とか名前出しちゃうのねうちゃっかり宣伝になってんじゃん自分たちのあっクローああこれまたあれか告白の話題もね使って前回のいいとこ全部持ってくね いやいやいやセアールくんそんなキャラかいま作ってんだろうけどうんえこれが CM? え何これ <laughs> めちゃくちゃ自分たちのことをさ売ってるよね いや、なんか意外だよいやけどなんかこんな感じなんだ俺もなんか桃と一緒うんうん,うんうんそうだねまさにいやこれどうなっちゃうんだろうか え？何？そんな深読みして見てなかったけど、なんなんだ。うん？何何？え？なんだ。ああまた続いてんのかな何か。 チャンネルの方でまだいろいろ作って続編みたいな感じで流すのかなどういうことだろういやいやいやもういい加減バスタオル取りねえ、うん、だからやっぱなんかあるよね 1> 次1の矢だけじゃなくて2の矢3の矢みたいなのがある感じなんじゃないえ 今度は何えなにするつもりよなんかこんな高いとこにいるかのような風え全然違うえ 何んどういうこと <laughs> 全然わかんないんだけど PV? なんだいやいやいや分からん。 ま、お兄ちゃんとしての演技力がここで全力全開で出てるんだろうなっていうのはわかるけど。なんかさっきのあれ、俺,俺、てっきり飲み物に関係あるものの続編をまたさらにチャンネルで公開したりとかしてんのかと思ったけど。え、なんか狂っちゃったみたいな感じだね。いや 長っ <laughs> 何なんこれ <laughs> いや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  CM のつきなのえっ、ー、わからないそんなの全然別物かと思ったよ俺 え、なんか関連性が見つけられなかったんだけど、俺最初のあれに。けどなんかももちゃんがこうやって言ってんだからあれなんだろうね。へえそうなんだ <laughs> ごめん。俺にはそこら辺今わかんなかったわ。もう少しなんかリンクさせて欲しかったわ。勝ったんだね、けど。うーん。 いやー俺の感覚って古いのかなってかそもそも,ももちゃんの方を見てないからな何とも言えないんですけど評価のしようがないよね今アニメを見てるこっちからしたらいやここねちょっと今一回止めて見させてもらっちゃったんですけどもまあ結局出てる人たち要はも,もちゃんとかに迷惑をかけないようにっていうのと下手にその外で力使って宣伝しないでみたいなそういうことなんだろうね事務所もね でここからはかいくんって誰だあ鉄哲彦のことかかいってで何なのん何何やってんのこの二人は。どういうこと君の事情あ鉄哲彦なんかあるのかこうやってることの意味が。ええ えあれ、父親なのえー、嘘だって全然そんな素振り見せてなかったじゃん。えー、驚きなんですけど。やば。あ、ああ阿部先輩も出てきた、ここで。いや、久々。 今回出てこなかったね。もっと助けてくれるかと思ったけど、今回のに。んああ、そうなの。ええー、何してくれてたの裏って。ああ、あれを守らずにね、うん。この人あれだよね。自分からいろいろ買ってやってるよね、裏でね。いい人だよね。主要メンバーの勝敗表どういうこと も,もちゃん対あれなんじゃないのああここにね見てってことかえしだちゃんどういうことなんでうんうん あーなるほどねそういうことか徹子的にはこういうこと言われたらうんだから志田ちゃんが独りがちなんだお何ほんとさっきのお父さんのこと以外な何かあんのかないやーすごええー すげーなお前いやどんだけうん何なんだろうね親子としての何があるんだろうねここでうんえ何それほあ えー、何それうーんいや黒黒 <laughs> めっちゃいい子やば本ほんとだよ いやいやいろんな気を利かせない形でねあの苦手意識を消したんだやばなんなんこの高校生たちえあ,あももえそんな <laughs> 困っちゃうねやば いやいや、関係ないでしょ、はるくんはね。この転校したか。い、言ったのかそんなこと言ったのかうーんえ。えうん。はい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 。うん <laughs>。いやいや、もういいって。ねえ。 ああ、やめたんだね、事務所もね。いやいや、これはもうカオスだ、また。<laughs> いやー、これ大変だね。<laughs> 逃げた、逃げた、逃げた。ああ、この子出てきたよ、また。おっぱいの子。いや、いるな、ほらほらほら。貸し作ったね。 うんこの子もいいんだよね、この喋り方といい。あと前回出てきたあの白髪の子出てこない。いや、すごくないどうしてそうなるのこう、こうぐってさ。うんいやー。なんか気を伺ってた感はあるけどね、さっきの会話聞いてると。 <laughs> 確かにだから前さっきさこのハルくんのためによりさ徹彦がさ胸ぐらつかんであの旬の方怒ったのかなと思ったけど親子関係もあ,ありきなんだろうなで誰だああこの二人かなんかここに来るとなんかすごいことが起きそうな気がするの俺だけ気のせい ほらまたさ、クローバー生えてるし、ここでなんかがありそうな。あっ、あれなんじゃないねえ。うー、やっぱ、変な。ねえ。変な料理だったもんね、今ね。いや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 もうねえ、どうやって直してくんだろう、うそこらへん。いやいや、そろ信じちゃうお前がっちだけどね。いや、もう頑張ってくれてたんだよ、裏でクロー。 うんなんだ今度勉強会でもあんのかいみんなでいやだから天才なんだもう勉強だけじゃなく地頭がすげえわこの子えそこあれなんかやばくねねちょいちょいボール出ますやんいや,いやペコちゃんみたいな顔しないでよ、ね、いやーけどもうねよかったね もうこれでさ 記憶喪失だったとしてもさ、これでもあれ記憶喪失じゃなかったとしてもあれなんだろうね。もう今の関係になってるからさ、気まずさも抜けてんじゃないいや、なんとか無事に、ね、あの事務所に所属することなく、さらにはクロちゃんに対するトラウマも解消できてね。で、みんながみんなね、自分の思惑が多少叶ったっていうのもあったし、円満なんだろうけどね。ただ、あの、鉄彦くんのね、まさかあそこが血繋がってるんかいっていうね、そこをめっちゃ驚いたんだけどね。で、ももちゃん転校してきてね、事務所辞めてるじゃん。 もうますますカオスはね、目に見えてるよね。だから来週から、まぁ、群青チャンネルっていうのの活動みたいなのが始まって、そこにも,もちゃんも出てきて、すごい注目集めてって流れは来るだろうね。そこで、ま YouTube みたいな感じの中で、まあ演劇みたいなのをやっていくって流れなんじゃないでしょうか。黒がまたそこに出演するって流れがあるのかなもも白だけにね、関わらせてるわけにいかないから出てくるのかもしれないっすね。 はい、というわけでね。今週のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに訂正、コメントなどお待ちしております。以上、動画を2つがお送りしました。バイバイ。